はい、皆さんこんにちは、たくまです。今ねキャンベラ空港にいるんですけども、今日ね、ついにオーストラリアから日本に帰る日ということで、まあ、なんで帰るかっていうのはちょっとまだ言えないんですけど、まあ、ちょっとビログ撮っていきたいと思います。これからキャンベラからメルボルンにまず行って、でメルボルンから、台北に飛んで、台湾に飛んで、で日本に行くっていう感じですね。で、まあ、もうターミナル内にいるんで、まあ、飛行機待ってる段階なんで、まあ、少しちょっと動画回せたらなと思います。多分動画の最後でちょっと喋ろうかなと思います。はい、今台湾の、台湾ナショナル博物館みたいなとこで、228公園、平和記念公園みたいなとこで座ってます。さっきこの肉まんをゲットしたんで、肉まんがね17台湾ドル で1台湾ドルが4円ぐらいなんで、だから日本円換算して70円ぐらいで、まあまあこのサイズ、ちょっとちっちゃいですけど肉まんが食べれるっていうね、オーストラリアの物価の高さからしたら考えられないっす。皆さん動画ご視聴ありがとうございます。僕は今日本の静岡に帰ってきました。年末年始に帰ってきたのは、まあ、一応一時帰国だったんですけど、今回は一応本帰国っていうことで、とりあえず当分はねオーストラリアに戻ることはないかなと思います。まあ、今後の計画とかもいろいろ考えてあるんですけど、まだちょっと不確定なところも多いのでまだお伝えできないんですけど、とりあえず日本にはね数ヶ月ぐらいは、確定でいるので、ちょっとその間、まあ、日本編ということで、また動画回していけたらなと思っております。勘のいい方はね、僕が次何を予定しているかっていうのをね分かる方もいらっしゃるかと思うんですけど、これからね、まだちょっとその詳細をお伝えすることはできないので、これから YouTube の方をちょっと続けて見ていただいて、まあ、またご報告する動画を作らせていただこうと思うので、そちらをねお楽しみにしていただければなと思っております。ということで、まあ、ちょっとしばらくはね日本編が続くかと思うんで、そちらの方楽しんでいただければと思います。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。